すいません。お人形の修理をお願いしたいんですけど。はい。ですね。耳と腕のあたり、そして目もないので、目のところもお願いします。はい。お願いします。すいません。以前修理お願いしたものなんですけども、耳と腕のところを修理していただいて本当にありがとうございます。あと目もね、可愛いのつけていただいて本当に感謝してます。あと、可愛らしいね、ちょっとおリボンね、つけていただいて本当に嬉しいんですけども、どこでどうなったかわからないですけども、お口のあたりがね、なんか破けてるんですよ。これちょっと直してもらっていいですかね？はい。あ、わかりました。じゃあまたお送りしますね。すいません。先日、熊の修理お願いしますと。はい。お口のところですね、補修してくださいってお願いしたものですけども、どこでどう間違えたかわかりませんけども、私、入れ歯を入れろって言いましたかね？これ、熊のお口ちゃいますよね？すごい歯並び悪いですし。え？サービスで入れときました？いや、やめてください、こういうこと。全然可愛らしくないので。はい。いや、もう元に戻してください、これ。あ、また対応してくれます？じゃあよろしくお願いします。すいません。以前からね、お宅に熊のぬいぐるみの修理をお願いしてるものなんですけども、はい。お口のところをそう、外してください言うたものですけども、誰が顔全部外せ言いました？え？あ、サービスで首元のリボンを新しくしときました。いや、そんなこと誰もお願いしてないでしょ？こんなんもう熊のぬいぐるみちゃいますでしょ？元に戻してください、ちゃんと。ね？あ、最後にちゃんとサービスしてくれます？お宅のせいですからね、まったく。あ、すいません。何度もね、お宅に電話してね、熊のぬいぐるみ修理をお願いしますって言ってるものなんですけども。あ、はい、そうです。ですね、熊のぬいぐるみ修理ね。はい。あ、これで大丈夫です。非常に満足しております。そう、私が求めてるのこれでした。どうもありがとうございました。あ、はい。店長さんもよろしく伝えてください。はい。失礼します。よし。私は帰ってきた。ちゃんとしたエンディングを見るために。帰ってきたぞ！鍵をかかってる。じゃあここで、メタルの鍵ね、使います。ヘッドバンディングバンバンかましてやるぜ。で、ここに対してこの子に、このぬいぐるみね、寂しいの？じゃあ私の人形を渡すよ。ほら、いいよ。え、この人形？あ、あり、可愛くない。こんなにいらない！って感じになって、ちょ、待てよ、お前！おい、人の人形何も、存在に扱ってんだよ！という風に、イーザベスが叫ぶけども、そこをこう、影は無視していくので、で、ここか。本当のファウストの正体を見てしまったんですけどですね。いやー、でもちょっと怖いわ。壁からゾゾゾゾゾゾゾって出てくるわけだから。この闇から。この表現とかうまいなぁ。怖さとかが。で、行くぞー。逃げる準備しようよー、イーザビス。だ、もうほんといきなりもう玄関のところのスタートやから、それ忘れないよ。とか、早いねん、もう。あー、飲み込める、飲み込まれる、飲み込まれる。飲み込める、めっちゃ笑われてる、めっちゃ笑ってる、めっちゃ笑ってる。めっちゃ酒進んでる。で、この病室みたいなところにやってきたー。で、扉がいっぱい。世の中、扉がいっぱい。そして闇にやってきた。そして目を閉じ、目がどんどん見開いていっての、あんたパンツ見やな、という展開のもとで、すぐ下やで、すぐ下やで、おい。場面変わった、こっち！よーし！扉だ。なかったもんね、扉が。でも変色した扉はどうしても開けられない。あ、変形だ。そして漆黒は落ち着いた。おー、マジで？お！ロープが。うわあ！うわあ！ファウスの目がなんか爬虫類みたいな目になってる。爬虫類というか、なんやろ、仮面ライダーみたいな。あれ？ちょっと待って、これよう見たら、これ人形？どこへ行くの？なんで行っちゃうの？心何がいけない？口を大きく開けて話す。ここで起きた悪いことはただの物語。ここで起きた悪いことはちゃんと理由があるん。理由があるんみたいな感じの。ここで起きた悪いことは全部とある人のせい。面が乱雑に飛び上がる。天井は悲鳴を上げて空気はくちゃくちゃになって、
家は今にも倒れそうだ。でもこれらは全部声の主の邪魔にならない。何？どうしたいの？好きじゃなかったの？じゃああなたの好きな姿に変えようか。声の主は言う。あなたの好きなものに姿を変えよう。新しいものでも古いものでも、男でも女でも、いい人でも悪い人でも、私だけがあなたを助けてくれる。私だけがあなたをと喋ってくれる。私だけがあなたの友達。私だけがあなたをエリザベスと呼ぶ。真っ白な顔は力いっぱい動くが、入りすぎてひびが出るほど。だから他に誰もいなくていい。あなたの負けだ、ファースト。彼女は逃げたくても動けない。もう何もない。震えてでどう探しても、あ、まだあった。ここから離れるのは許せる。自分でここを出ることは許せない。許せ。おお。な、 BGM はもう不穏すぎて世界は一瞬で無音になった。やっと彼女の話を聞いてくれるようだ。だから彼女は手をほどき、声の主を耳元で囁く。ありがとう、ありがとう。でも私はもう目覚めるよ。これイザベスが言ってるのか。おお。これは金切り声なのか、扉が開く音やったのか。これはいけたかな。起きなさい、起きなさい。ん、おや、寝てたの。ああ、何やってると。ちょっと中に入ったらこんなところで寝るなんて。風邪ひくわよ。早く起きなさい。帰るわよ。無駄足だったわ。この家は信じられるほどボロボロよ。ものすごく狭い家だし、何もなかったわ。道理で誰も欲しくないわけね。あら、何かしら。何？忘れ物って。何を？お父さんがくれたもの？いつ？昔？もう壊れたでしょ？持っててもしょうがないじゃない。もう中に入りたくないわ。いいでしょ？また今度ね。イリザベスが待ってるわ。早く帰るわよ。これから一緒に暮らすんだもの。喧嘩なんかしないでね。早く行きましょう。あれ？そういえば、そっか。もともと、なんか、空き家のところにやってくるんだったよね。そういえば、ストーリーって。で、そこに入ったら、閉じ込められちゃった、的な、だったか。ほう。とりあえずクリアしました。やったー。いや、でもクリアしたというか、あのピアノの謎解きとか全然解いてないな。ピアノのクリアとかも全然できてないし、でも、なんとかクリアした。よーし。なんかこう、すごく謎めいた終わり方でもあったけども、まあ、結局はその屋敷の世界っていうのは、なんだろう。とある声の主ってことだから、そのファウストとかはもう結局人形だったってことなのかな。そういうことなのと、さっきのあのあれの3匹の小豚とか、幸せの青い鳥とかもそうだし、ピノッキオもそうやけども、全部人形たちっていうことか。その人形たちをエリザベスを迎え、人形たちがそのエリザベスを迎えてたとっていうことなのかな。だとしたら、このファウストの悪夢の中の黒幕はゼペット爺さんってことになるよね。そういうこと？まあちょっといろいろとこう、なんだろう、こうもやっとするところもあるけども、いやでも世界観はでも面白かったですね。やっぱファウストの悪夢っていうこのゲームの中におっての、やっぱりその今までやってきたそのなんかダークメルヘンホラーという中ではすごいこう展開が面白かったし、やっとクリアしたーってもね、最後のなんだろう、この絵がこう絵がこう白黒の世界に変わっていくテイストとかはなかなかに面白い演出だったと思いました。これすげーと思ったの。だからまあそういう意味でも日に日も年々ね、年月過ぎていくにつれて、このフリーホラーゲームの世界観およびなんだろう、こう、作り方がどんどん難しくなってるのかな？で、最後にエリザベスが待ってるわって言ってた女の子誰だったんやろ、確かに。エリザベスが待ってるって言ってた女の子。お！ 94 名のスポンサー、そして、本作を遊んだ
あなた。って書いてるけど、そっか、ちょっと待って、そういうことは、主人公は、あのエリザベス、あ、ちょっと待って、最後、エリザベスはエリザベスじゃないとか言ってたよな。じゃ、誰や？すげえ引っかかるところ多いけども。それもすべて、もしかすると、実はもう一つのエンディングがあるらしいので、そのもう一つエンディングをやれば、あ！このボタン的な目のやつ、あれ、ファウスの目やったな、今の。あれ？ちゃうわ。ファウストってもしかしてずっとエリザベスが持ってた人形やったってこと？ではそれをエリザベスが捨てて、おうおう、さようならファウストさん、ほう、またお目にかかるまでたんと夢をご覧なさい。トゥルーエンディング、ファウストの白昼夢。お、クリア特典はエクストラに見られます。ほうほうほう、お、エキストラが開いた。あ、これあれか、1枚絵の作、こう1枚絵の数々か。あ、全然見れてないやつがある。ほう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 、なるほどなるほど、こんな感じに1枚絵のやつが揃ってますよってことか。これなんかいいよね、これなんかもいいよね。だからこれはなかなか怖かったね、このシーン。おーおお、でも目が一緒やったもんね、これほら、ファウストと。だからずーっとエリザベスはファウストを持ってたっていうことになるのかな。あ、これは別のエンディングのやつね。了解です。ただしもう一個のエンディングを見るためにもう一度ちょっとやっていこうと思いますので、よろしくお願いします。君くんのアッコちゃん、いない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 、バーということで、お待たせしました、隠しエンディングのルートの方をやっていこうと思います。まずですね、ここの一番最初にあったこの木で作られたパズル、魔女のクク、これがね、本当に最初の方になんだこれはってやってたけども、これがやっとわかった、本当に。この魔女のククっていうやつなんですけども、ここを多分この木切れ456って書いた使うんでしょうね。で、どこにはめていくかっていうことなんだよな。だから4、5、6をどこにはめていくか。まず4の数字。6で、これは、これどういう原理だ？なんかヒント的なのないんかな？思えば。例えば、これはめるとどうなんだろう。ちょっとはめるでしょ？これを、じゃあここにこう入れます。で、じゃあここに4、残りの4ね。入る。どう？全部取り出しますか？間違えてるってことね。どっかに多分ヒントあるんだろうな。あ、これか。じゃあ、例えば、ここに4入れるでしょ？すると、10、ちょっと待ってよ。ここで、4、7で15、4、9、13で10、13の2で15ってわけだ。じゃあ、ここに5でしょ？3、5で、うん、そうだね。ここに5だね。うん。そんな複雑に単純明快にこう、4、5、6。で、うん。で、9、5、1で15でしょ？ 3、5、7で15でしょ？うん。
斜めでもあれか。ちょっと待って、斜めでももしかして15になるかな。4、5、6で、9で、あ、15になるわ。イェーイ。パズルの後ろから、千葉の神が押していった。やったー、楽譜ゲット。で、楽譜を見ると、はは、色がついた。色がついたやつだね。よし、ピアノ演奏するか。行くぞ。きたー。隣の引き出しが開いたと。よし、これで赤い花をゲット。ん？やはりこのままではいけない。私は彼女は夢を見る、見ている思っていた。しかし、夢に逃げ込んだのは私の方だ。苦しんでいるマルガレーテと向き合えないから、責任を負いたくないから、一番楽な方法を選んでしまった。でもこうするべきではなかった。私の役目は彼女を本当の世界に連れ戻すことであって、一緒に避難することはなかった。こんなに時間をかけてようやく一番簡単なことを思い出したなんて、そろそろ終わりにしよう。彼女は、私は彼女を起こしに行ってここから離れるんだ。もうずいぶん長い間彼女の部屋に入っていなかったが、やはり入ろう。花を持っていこう。お、花持ってるやん。目を覚めましょう。現実の連れ去るべきものを夢に残して。お、持ってるやん。ん？ということは、ああ、びっくりした。あれ？ここで猫がいる。で、なんかついてこい。なんか俺についてこいって言わんばかりの。お、早っ！ついてこいって言われるには早すぎやないか、お前。早い！早っ！とりあえずついていきましょうか。猫どこ行った？おお、上に上がっていって、こっち？こっち行って、うわ、危ない危ない。ああ、開いてる。あ、ここか。なんか笑い声しか聞こえてこなかった。お、開いてる。お邪魔します。お邪魔します。彼女はよく知っている声に従って扉を開けた。はあ。ほら、このリボンはどうかしら。かわいいでしょ。今度つけて出かけよう。海へ連れててくれってお父様が言ったよ。はて。それはマルガレーテだ。彼女はあれがマルガレーテだと知っている。え、知り合いやったんや。おお、しかも人形持ってる。今日定期の花が咲いたよ。後でピクニックに行こう。ダメだよ。壁の外へ出て行ってはいけない。私たちはここにいればいいの。そうだ。ここは夢だと彼女は思った。夢の中でしか助けてくれる人がいない。夢の中でしか喋ってくれる人がいない。夢の中でしか友達がいない。夢の中でしかマルガレーテが見れない。ああ、今日は暖かいね。この瞬間が終わらなければいいのに。イリザベス。いっそこのまま目が覚めなければいいと彼女は何度も思った。でもやはりダメだ。目が覚めなければ何も続けられない。ごめんなさい。私はエリザベスではないけれど、彼女は言う。床は彼女の声とともに振動している。好きになってもらえなくてごめんなさい。彼女は言う。いっぱい悪いことがあったけど、それでも私はそんな世界に戻りたい。もう起きていい、もういいのよと彼女は言う。あなたも起こしたい。目を覚まして見てごらんなさい。彼はどこを見ているのかも誰もが知っている。あの人は最初から。おお、あなたは誰？ここで何をしている？エリザベスをどうした？もともと彼女の顔と窓に差していた日差しは消えていった。何を言う？早見言う。なんで、はい、あなたと行かなければいけない？あの人と何を話した？マルガレートの面影がぼやけている。骨が浮き上がるほど痩せている体は暗闇を引きずり一歩一歩と歩いている。あなたのせいで、あなたのせいで、こうなったのよ。いつもあの人とこっそり私の話をして、あの人と私の悪口を言って、あの人はあんたの言うことしか聞かない。あんたが頼めば何だってする。ん？今何でもするって言ったよね。マルガレーテが自分と話していたのをまっと気づいた。ほほほほほ。問題はどこなんでしょうね。知らないの？あなたがいればあなたがいればあの人は私を見てくれない。なんで？なんで？なんであなたなの？なんであなたがいる？あの聞き慣れた言葉がまた繰り返す。
ん？あんたさえいなければ、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 あんたです、いなければ。ちょっと待って、これ猫。花びらと猫の死体。問題はどこにあるだろう。と大人たちがそう言ってるような気がする。猫！嘘、死んだの？マジで？ちょ、セーブしよう。結構髪落ちんな。でも王子が見ているのは女ではないと気づいた人は意外にも少なくなかった。長靴を履いた猫、おしまい。あれ？長靴を履いた猫一番最初だったっけ？あれ、3匹の子豚じゃなかったっけ？いつの間に長靴を履いた猫が、で、これで、すべての条件のエンディングを揃ったってことでいいのかな？あ、ちょっと待ってよ。ブックスで見れるよな。あ、長靴履いた猫一番最初見てたわ。じゃあちょっとこれ読んでみ、ちょっと待って。まず、昔々英語の家族がいました。あ、そういえば呼んだね。なんかえげつない話やな、言って。そっかそっか。幸せの青い鳥と、人形ピノキオと、三匹の子豚は何だったんだ、結局。でもこれで全部読み切ったね、本は。よし、じゃあ。残る最後は、最後はファウストと蹴りをつけに行きますか。じゃあ、行ってきまーす。よし、人形渡した。で、ここで、なんだよ、こんな人形。いらねえよ。こんなバッチリな、クリンクリンな、ってなってるけど、ここでほっとく。ほっといて、ほっといてくれよって感じ。で、そのまま行って、ここで多分展開変わるんちゃうかな？かまっちゃうから、ファウストも、もう、こう、ファウストというかあの人形、ファウストもね、人形ファウストも、私を置いていくなんてひどいじゃないの、みたいな。引き止めるほど私のこといらないの、みたいな。で、ほっとけば、もう、あ、じゃあ別にいいか、って。存在に扱う、じゃないわよ、もう。あ、しか！多分これで展開、あ、あれ？後ろの絵がちょっと変わってる！これは期待できるぞ！急げ急げ！今だって少女がなんか首吊ってる少女が、首吊ってなかったけども、首吊りの、シルエットと、ね、少女が一人佇んでたもんな。ほんで、このパンツミーやな、と。あと最初から最後までパンツミーやな、と。わて、今何話のパンツミー？千日生まれのパンツ！オラー変わってる！しまった。走らなければ。でも頭を開けると、そこは真っ暗だった。マッチがなく、光がなく、人もいない。黒色が濃く、人を喰らいそうだ。ね。もう、今度マッチも助けてくれへんよ。アガッチベイビー、アニッチベイビー、アウンチベイビー、ラインオン。扉どこ？前？後ろ？だんだん方向がわからなくなり、尻餅をついた。黒色は彼女を喰らい始める。辛い。眠い。いい。おお。こちらへ。どれよ？え、誰？今の。しかもゆっくりと。ゆっくりゆっくりと、そして周りの方にはもずくがめっちゃ周りにもずくうずめいてるけど。おいち！展開が全然違う。ん？これは本当の隠しエンディングいけた？すいません。
よかった。気がつきましたね。気がつきましたね。すいません。でもここで寝たら風邪ひきますよ。この近くに住んでいますか？そうですか。私も何年もここに帰ってきませんでした。ごめんなさい。何でもありません。ただこの家が片付けられるって話を聞いて。あ、すいません。私は昔ここでナースをやったものです。その、家の中にピアノがあると思いますが、どうか新しい主人は捨てないでほしいです。それほど価値があるものではありませんけども、もう古いものですし、長い間放っておいて手入れもしてませんでしたもの、そんなに大したことではありませんが。はい？いいえ、弾けません。ただ昔に、ん？え？はい。もうだいぶ昔の話です。もうほとんど覚えてません。どこから話せばいいか。すごい喋る人やな。すごい喋る人やなって言った展開の、おほほ！これでエンディングですか？結局隠しエンディングを出しても謎は謎を呼ぶな。一体誰だったんだ今のは。この家の持ち主。違うな。この家の召使い。ってことかな？だからその、マルガレーテっていう人が住んでた時の使用人ってことなのかな。これはちょっと難しいな、解読が。じっくりと考察していかないといけないっていうところかな。うん。もうちょっとこれは自分の動画を見返してどういうことだったのかをこう考えていかなかな。そうするざるを得ないかな。まあでも本当に2015年、まあ去年ですよね、去年の冬にリリースされて、もうなんかすげえゲームがやってきたと話題になっていたファーストの悪夢、やっと約どのぐらいだろう、4、5ヶ月ぐらいかな、4、5ヶ月ぐらいかかってやっとクリアができたって感じでしたけども、まあ皆さんいかがでしたでしょうか。まあそんなあの叫ぶ展開がなかったから物足りなさがあったという方もいるかもしれませんけども、個人的にはすごい面白かったですよ。これやっぱこのゲーム。その展開的なところも含めて、ね。で、やっぱ気になるのは、そのエリザベスはエリザベスじゃありませんでしたと言ってたところと、そのマルガレーテがあんたさえいなければと言ってたところ、あんたさえいなければと。いうところだよな。で、あの猫ね、亡くなっちゃったけど、普通に最後花と一緒に猫の死体があるってなった時はちょっと言葉を失うよね、あれは。っていう感じでしたけども、まあね、でもファウストも人形だったし、ということはその人形ずっと引き連れたままいたってことは、その突然現れるっていうのは、それはエリザベスの手に人、その人形がいたんやから、それは突然、それはね、新種鬼没に出てくるっちゅう話やっていうことも言えなくもないし、もうなんか謎が謎を呼ぶというか、なんというか、まあでもまあ久々のフリーゲーム、まあ久々のその両作フリーゲームというのかな、非常に面白かったです。ありがとうございました。台湾製ですからね。は、ヒドゥンエンディング。隠しエンディングですね。花の歌。はい！クリア特典はエキストラ見れますということですが。ということで、これで、ひとまずエンディング、クエスチョンのところもあるけども。あと一枚、どっかで漏らしてるっぽいけども。多分は、ちょっと、身に覚えあるところあります。多分見つかっ、一個あるところは、あれだ、棚の中に隠れてるところだ。そこが多分あるんでしょうけども。まあ、それは、よしとしましょう。ということで、一通り、ん？クリアアンケート？あ、まあいいや。一通りクリアしましたので、ファーストの悪夢以上ですね。なりますので。それじゃあ、また次回作によろしくお願いします。以上、かまくびでした。ご視聴ありがとうございました。では、お疲れ様でした。